A86 が欲しいなって気持ちは、はい、今あるんですよ、一番実は。もっと欲しくなるために横に乗っていただきたいと思います。ちょっと変態です、あなたは。テリー土屋の車の話始まりました。土屋さんよろしくお願いします。始まりました。はい、というわけで土屋さん、今回愛車紹介のコーナーということで。渋いですよね。これなかなか愛車で乗ってる人渋いね。早速その方に、登場していただきたいと思います。ジジイ佐藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、ジジイ佐藤です。よろしくお願いします。お願いします。なんか渋い車乗ってますね。じゃあお会いしたかったです。そう言っていただけると嬉しいです。なんでこれにしたの。アリストかっこいいじゃないですか。かっこよくないですか。変わってるよね。ちょっとマニアックですかね。もうめっちゃマニアックだよこれ。初代アリスト、はい、これ車高落ちてるね。車高ちょっと落としてます ね、 ね、はい、いつ買ったの。ちょうどでも1年前ぐらいですね。なんでまた。ずっとクラウンアスリー、あ、クラウンエステートっていうワゴンを30万キロぐらい乗ってたんですけど、で買い替えようって言った時に、まあ、トヨタ車が好きなんで、はい、ちょっとアリストを前から狙ってたんで行こうと思って。なんか渋いとこ攻めますね。エンジンはいいんですけどね。なんでどうですか。エンジンめっちゃいいですよ。いいですか。走りを忘れた大人たちみたいなキャッチコピーで ね売り出した時代、ちょうどその大人になってきたんで、はいはい、もう一回走りを行こうかなと思いまして、うん、ちなみにどうやってこの車を見つけてきたんですか。これは車屋さんで買ったんですけれども、うん、結構車好きなんでヤフオクとかでも車買うぐらいなんで、はい、マジで何年か前 SLK ですかね、はい、ヤフオクで買ったりとかもしてるんで。ヤフオク怖くない。いや怖いですけど。どんな車来るか分かんないよ、乗るまで、はい、バット振らなきゃ当たるかどうか分かんない。うまい。なかなかうまいな。振ってみて。なるほどね、はい、渋い車。なかなか選ばないよこの車。ステアリング変わってますよね、まずね、うん、ステアリング、はい、モモ。ああ嬉しい。モモ土屋さんに乗っていただけるなんて嬉しいですよ、はい、あでも綺麗にしてるね。ダッシュボードとかも割れるとかもなくて。そうですよね。これ何年車。1997とかですかね。ね、古さを感じないね。本当ですか。すごい綺麗。10万キロぐらいです今ちょうど。いやすごい綺麗。本当に本当にバットも入ってます。おバット入ってますね。いつでも打てるように。すげえ、さすが。これがオプションになったらしいんですよね、なんかつけるのが、はい、はいはい、このポコっていうのがオプションで、うんうん、ちなみにこの車のお気に入りのポイント、内装とか外装も含めてなんですけど、どういったところがありますか。形は好きですね、この形で。後ろの感じもなんかこう直線のラインが好きなんで、はいはいはい、でチェイサーとか、うんうん、ああいう系な直線のラインも結構好きなんで、うん、こういう感じは好きですね。フロントも好きですかね、やっぱガラスのところも、はい、ペローンとしてるよね。今カキンっていう角張ってるのが多い中、この年代のってなんかこう丸みが帯びてるというか、ね、はい、ペローンとしてる、こうナチュラルな感じはやっぱ好きですかね、うん、はあ。今までどんな車に乗ってきたんですか。いや、いろいろ乗りました。ああ なんだろうな、言い出したらコルベット、最初コルベットですね。コルベット、はい、プロ野球選手なんで初めて買った車もコルベット、ああ C5、 C5、 ああ、はい、のカイエン、ポルシェカイエンとか911とか、はい、フェラーリマラネロとか、はい、AMG も乗りましたし、マセラッティとかも乗りましたし、へ、はい、まあ、一通り行ってますね。一通り行きました ね、 ね、最近は国産にたどり着きましたね、やっぱりなんだかんだ、ね、壊れないし、うん、そうそうそう、はい、やっぱね、ヨーロッパ車壊れるんだよ ね、 ですね、はい、へえ、そっか、車好きだ。相当な車好きですね。車好き、車好き、はい、今だってこういろいろ聞いたけど車好きだよ。車好きですよ。最初に買った車がコルベットの C5 ってのすごいですよね。渋い。乗り倒したんですけど、やっぱり A86 が欲しいなって気持ちは、はい、今あるんですよ、一番実は。へえ。今日お越しいただいたのは、実は A86 本当に今ご購入検討されているそうで。マジ、はい、金かかるよ。金かかるんですか。ノーマルはカローラ、あ、素の状態だとカローラ、はい、だけどいろんなところにこう手を入れていくとすごいいい女になる。別品さんに変わっちゃうんですよ。全然銀座の女なんか目じゃない。これかかるんですね、お金が。かかる。うわ、どうしよう、金かかる。エンジンから駆動系からファイナルからボディ補強から、はい、でやっていくとすげえいい女になる。買った車体費より高いですね、じゃあ改造する方が。あ、ちなみにね、佐藤さんにね、アドバイスするとしたら、僕が
秋田からワンオーナーの86を26万円で買ってすでに2000万以上かかってます。2000万円、はい、すごい。10倍、すごいですね。だからいろんな楽しみ方がある、うん、土屋さんに会えて嬉しいですけど、本当に会いたかったんで、うん、じゃあ乗せましょうか86に。はい、今日実はですね AE86 ご準備させていただいておりまして、はい、エンジンとかはですね土屋さんのとほぼ同じ仕様で、はい、一緒ご準備させていただいているので、今日乗れるんですね横に。いいですよ土屋さんの運転で。いいですよ、ドリフトキングの横に。よし乗せましょう。楽しみだ、はい、というわけでジジイ佐藤さんの AE86 道場体験行ってみたいと思います。はい、はい、ということでこれからはですねジジイ佐藤さんが一番気になっている車 AE86 をですね群裁で体験をしていただきたいと思います。なんでジジイなの。あつしさんジジ臭いからです。かっこいいじゃん、阿部寛みたいな。顔がジジ臭くて、もう昔からあだ名がジジイジジイで、そう、それをもじってジジイにしました。めっちゃなんか若い時持ってたでしょ。いや、なことないです。土屋さんには負けます絶対。それもう六本木とか銀座でベイベイ言わせて毎晩特価引っかいだよ。六本木のホームラン王ジジイさとです、よろしくお願いします。はい、大丈夫ですかねこれ使っていいのかちょっと心配に一瞬になりましたけれども、はい、というわけで土屋さんこれから運転をしていただくわけなんですけど、でも本当に86好きなの。86 AE86 欲しいです。はい、一回、ま、レンタカーなんですけど、レンタカーで一回乗ってみたらもう衝撃が走りまして、乗りたいと欲しいと思いました。こちら今日 AE86、 はい、はい、ご用意させていただいてますけど、ちなみに A86 どの部分が一番お好きなんですか。いやもうそのちっちゃいコンパクトな車が好きなんで、このやっぱサイズ感がやっぱ最高ですよね、はい、この大きさはいいよね、本当に。佐藤さんも床こう低くすればさ、はい、頭当たんないじゃん。なるほどなるほど、ね、はい、確かに長身ですもんね。それもできるんですか、床も入れる。あ、もうシートを上げ下げできるんで。あ、そうなんですか。で大体大きい人はみんなシート一番下に下げてスライド、俺は割とこう上げて前見える上から。あ、運転するとダイレクト感どうですか。あります、ありますよね、運転してる感じ。86は ABS もなければパワーなんとか EPS も何もないんだよ。全部ドライバーがやんなさいっていう、もうそういう車。これもう分かれますね、テクニックによってね全然ね。もちろんもちろん、そこが楽しい。楽しい、これは最高。余計欲しくなりそうです。もっと欲しくなるために横に乗っていただきたいと思います。それ来てるこれ本気じゃん、本気じゃん、やばいって。いや、やっぱり喜んで帰っていただかないとね。ちょっと喜ばせてください、お願いします。はい、お願いします。うわ、めちゃくちゃ光栄です。土屋さんとこう会話できてるこの感じ最高です。夢が叶いました、マジで光栄です。気持ちいい走りを期待します。はい、はい、行きます。怖いです、ちょっと怖いです。おー、来た。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、でしょ、マジで。おお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 Whoa!
なんで笑ってられるんですか。うわ死ぬ死ぬ死ぬ。うわ嘘でしょ。キングです。これが土屋です。はい、すごい、はい。死ぬかと思った。ちょっと待ってまして。大丈夫ですか。マジでやばかったっす。これがドリフトキングです。はい。土屋さんでした。横でキラキラ笑ってるんですよ。キラキラ笑って。変態ですこの人。変態ですか。本当に変態。喜んでたよ佐藤さん。喜んでたけど。結構佐藤さん喜んでましたよ。あなんかもう満塁場外ホームランみたいな。とても喜んでました。はいはい、イニシャル D を見れました、本物の、本物の、キンコンキンコン言い出して、急きょ、急きょドリフトしてました、すげえ、ちょっと体調悪いです、大丈夫ですか、いやー、でもすごかった、これがプロの走りでした、本当に、はい、途中、ギャラリーがいるところで、はい、ちょっと見せるんですよ、やっぱり、ドリフトの量増やしまして、はいはい、よかったっすね、はい、最高でした。土屋さん実際にジジ佐藤さんをあの助手席に乗せての一周でしたけど、いかがでした土屋さんの中での一周は。やっぱりさ、こんな山の中まで佐藤さんに来ていただいて、なんだって思われたら大変だわよ。この番組は、この番組的にはゲストの方に大変喜んで帰っていただく、これが趣旨です。ありがとうございます。なんかいいリアクションをしなきゃいけないのかなと思ってましたけど、勝手になりました。いいリアクションになりました、はい、勝手になった。怖かったけど面白かったです、はい、よかったよかった、はい、人投げがありがとうございます。いいえ、もうすごかった、はい、で AE86 どうですか、もっと買いたいと思いましたか。余計欲しくなりましたけど、あの走りはできないねマジですごかったです、はいはい、車がこのくらい本当に手をかけてあげると、はい、すごいいい子になるでしょ。ノーマルとは全然違うんですよ。ノーマルじゃこの走りできないですよね。できない、レンタカーは。いや、突き詰めてここまで行きたいですね。走りも含めて。ね。はい、最高でした。もう、ほんといい子。はい。もう一回乗れって言われたらちょっと嫌、ね、かもしれない。まあでもね、喜んでいただけたから。はい、楽しかったです。はい。はい、ありがとうございます。いいえ、ありがとうございました。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。